君が買い物に行った時にめちゃくちゃ安いものを見つけたらテンションは上がる？下がる？上がります。上がるよな。上がります。おー、めちゃくちゃ安いじゃん、さっきのところより絶対いいじゃんってなるよな。なります、絶対いいってなります、こっちの方が。それだよ、その考え方がこの問題に加担してる証拠なんだよ。いいか、物が安いイコール嬉しいという感覚がこのデフレの国の中で知らないうちにデフレマインドに陥ってる証拠なんだ。え、日本って今デフレなんですか？だってなんかニュースで物価が上がってるみたいな。よし若者、こっち来て一緒に勉強しよう。それは生産コストが上がったことで一時的に値上がりしてるだけなんだ。周りをよく見てみろ、安いもので溢れてるだろう。安くて美味しいチェーン店、安くて便利な百均。君は百均顔だもんな。百均顔って何ですか？